今日の試合を振り返っていかがでしたか。開始早々のビッグチャンスで、まあ、ちょっと外してしまって、まあ、その後0-0の展開が続いたんですけど、まあ久富健が先制点取ってくれて、まあ、その後追いつかれてちょっとまた苦しい時間帯になりましたけど、まあ点取ることができて2-1、最後、ダメ押しゴール3-1となって、まあ、失点はしましたけど、まあ、チームとしてしっかりと最後守り切って点を取るところを取って、まあ、勝ち切れたっていういい試合だったと思います。次節への意気込みを教えてください。まあ、変わらず本当1試合1試合次の試合に向けてまた、オフ明けからしっかりとトレーニング積んで、勝ち点3取れるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。